どうも、こんばんは、アイナメです。今回は、東京グールインボーク。ついにやってきました、半角蛇のオール、いい火加減オールが実装されてます。じゃあ早速、キャラの詳細の方を見ていきましょう。今回、スペシャルガシャです。250個で確定、1体のやつです。で、HP が8805、攻撃力が1437、防御力が429ということで、まあ、若干 HP と防御力が低いんですけど、攻撃力はかなり高いですね。で、アタックポイントがプラス7されて19、武器耐久値が低めの5ですね。まあ、固有アビリティがアタックアップ、WS プラス7アップですね。で、今回こいつ火属性です。なんで、草属性、人属性キラー、トリプル S マイナスということで、人属性に対して 1.8 倍のバフがかかります。で、そしてクリティカルアップ、WS プラスということで、35% アップして、流血を完全に防いで、なおかつ、グールキラー GS ですね、2倍になります。だから、グールプラス、人属性のやつにはかなり火力が出ると、はい、いうことですね。この、半角蛇、仮面つける前のオールは、確か流血キラー GS だったかな。流血の白液 GS か。だったと思います。まあ、あっちもかなり使いやすいキャラクターなんで、こいつとね、併用して使うことできるかな。まあ、属性があれだからな、闇だからな。で、スキルですね。あの時のレーダー、クライアレベル5、3ターンの間、敵単体の防御力を 0.3 倍にする。敵単体に攻撃力 1.8 倍の8連ダメージを与え、なおかつ敵前衛に攻撃力 1.5 倍のダメージを与える。だから敵前衛に1回ドンって当てて、そのまあ自分がカーソル合わせる敵に8連ドン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 って入るということですね。まあだから1体には9連当たるってことかな。で、こいつなんですけど、まあこのあれですね、キラー2種持ちに加えてクリティカルが乗って、なおかつこのスキルで敵の防御力を 0.3 倍。これね、今までで一番高い倍率だと思う。防御力デバフは。だから防御力下げて、このキラー2つ乗った状態で、あとはアリマのバフをかけてやる。で、クリティカルが出ると、一発ね、100万出るんじゃないかなと思うんだけど。一発100万出るか。一発100万。今まで単発でね、出てたの誰だっけな、一番。まあでもこいつ単発の威力すげえ出ると思うんだよな。どうなんだろう。あれ、誰だっけ名前が出てこないけど。2周年、石金木ってどれぐらい出てたっけな。あいつキラー持ってたっけ。で、わかんないんだけど、まあこいつかなり火力が出ますね、人属性に対しては。まあただ脆いよっていう、敵が水属性の剣かな、剣属性、まあ水属性の駆逐とかやってくると武器耐久値を最近の駆逐の敵は普通に銃1回の攻撃で削ってくるんで、もうこいつ一瞬でブレイクされて飛びそうなんですけど、まあそもそも水属性の敵にこいつは連れていかねえぞってことで、まあ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 、どうなんでしょうね。まあ使ってみなきゃわかんねえな。ただただ、火力はすごく出ると。はい。だから、防御面に関しては、まあ、石金木で敵の攻撃力下げて、まあ、むつきで自動回復とか武器耐久値回復とかを入れてやりつつ戦わないと危ないぜっていう感じですね。で、今回石1000個用意したんで、まあ正確には994個なんですけど、これ以上買えないんで、1000個以上ね、課金者持てないんですよ。なんで、まあ、今ね、促進剤が47個あるから、とりあえず40個使うとして、熟練度 60% までガチャで持っていきたいと。60% まで持っていくには、オールを4回引かなきゃいけないんだよね。4回引くってことは、確定枠を最高でも4回回らなきゃいけない。それまでどっかで2体出てくれたら、ステップ3じゃなくて3回回すだけで終わるんだけど、まあ、とりあえず、最高でも4回4周しなきゃいけないって考えた時に石がちょうど1000個必要なんだよね。だから熟練度は 60% まで上げて、促進剤で残りの 40% を上げます。だから1000個使いたくないんだよな、正直。一応用意したけども、とりあえずね、回していこう。どっかで出てくれることを願ってなんか スペシャルガシャってね、1体250個で引けるってなってるけど、案外コスパ悪いんだよね。フェスゲンだと、はいはいはい、フェスゲンだとね、
インボクフェスだとステップ7まで引いて、まあ石300個しか使わないんですよ。かつ途中でフェス限1体出て SSR も1体確定で出て、でなおかつ最終ステップでピックアップのフェス限出るから、すげえねコスパがいい。うん、熟練度も上げやすい、過去のやつも。ただこいつスペシャルガシャは他のスペシャルガシャさんが出ないから、その時ピックアップされてる1体しか出ないのよ。だからね、あのみんなスペシャルガシャはコスパいいと思ってるかもしれないけど、案外コスパ悪い。これ、ね、途中のステップで確率アップとかってあったっけな。オッケー、グール来たよ。ここで1体出してれば3周で済むんだ。石を温存して来い。最近何かと出てくる初代ヤモリさんですけども、さあステップ3ですね。ちょっと後で提供割合確認して途中のステップで確率上がってるか見てみようか。まあまあこれは SR だぞと。あー、これボックス整理絶対しなきゃいけない途中で。まあガチャ引いてる時に関してはもうボックスオーバーフローしてもちょっと置いておいてほしいんだけど、そこアップデートでどうにかなりませんかね。あー、これ確率アップはなさそうだな。クエスト行く時とかにボックスオーバーフローしてるよって言ってくれるのはいいんだけど、ガチャを連続で引いてるときはね、ボックスがもうオーバーしててもね、そのまま引かしてほしい。さてこれオール1体確定枠ですね。まあ促進剤、まあ、次占領戦始まった時の促進剤で熟練で 100%。 おっと、これは2枚引くのか。助走十蔵思い出すな。おい、助走十蔵とエト思い出すな。エト2枚引いたっけ。おい出たよ。早くしろ、腹減ってんだ。あ、スキルの時って早くしろ腹減ってんだっていう声なのかな。これこんくらいとかじゃなんか、いい火加減とかじゃないんだ。あんたスキルがあん時のレーダークライアーだから、なんかこれかと思ったけどさ、他の敵だよな。他の敵からすると何あん時のレーってこいつ勘違いしてないみたいな。とりあえず1体確保ですね。1体確保してあと3体ですね。この2周目で3体ポロッと出てくれたりはしない。グール来た、頼むぜ頼むぜ来い。なるほど、このエトも昔めちゃくちゃ使ったな。麻痺とか出血とか入れられるし、あとなんだっけ、敵なんかを下げるんだよ、敵の攻撃力かな。なかなかデバフが優秀だったんですよね。懐かしい。まあ、また昔使ってたパーティーでやろうかなと思うことはたびたびあるんですけど、昔使ってたキャラ売ったわプレミアムの錦とかすげえ重宝して使ってたんだけど、めちゃくちゃまだ初代錦が強かった頃ですね。謎に火力が出てた初代錦くんなんですけど、おい待て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 、お前確定枠以外 SSR が出なくていいわけじゃないぞ。1枚ぐらい出てくれてもいいんじゃないか。てか RC ポイントがさ、あれ月どれぐらい使うんだっけな。20万だっけ、20万 RC ポイント使うんだっけ月もう俺そろそろ80万ぐらいいくんじゃないこれ全然使い道がなくてさ、RC ポイント。出た。見ろ、これ。オール以外全部レアっていう。はい、2体目確保ですね。とりあえずボックスの整理します。よし、引いていくか、じゃあ続き。3周目に入ったんだが、3周目で2体ポロッと出てくれないと、結局、フルで回さなきゃいけないことになっちゃうから、頼む。頼む。
頼むぜマジで。やべ、 SSR が出ねえ。確定枠、俺スペシャルガシャは案外自分でも引きはいい方だと思ったんだけど出ねえな。おい、ふざけふざけ貴様、俺に石を使わす。おお、なるほどね。やっぱりね、スペシャルガシャはコスパが悪いっす。はい、な、俺はね本当にフェスを引くことをおすすめするわ、正直。インボケフェスかスペシャルガシャどっちでリセマラスしたらいいですか的な感じのことを言われると、俺はもう間違いなくフェスっていうね。お、これはもうこれで2体出たら全言撤回だわこれで2体だよ、全言撤回だな。はい、仕方なくね石を補充してこようかなと思います。まあ一番好きなキャラだしね、いいんだけども、いや石宣告だからきついなきついものがあるぞ。なかなかもうこれあれだから、道中オールが1体ポロッと出てきても俺最後まで引くからね。運営さんぜひね RC ポイントで促進剤20個から40個までやってくんないかな本当にもう課金する意味がそろそろなんか俺はなくなってきたんだけど促進剤もまあまあ占領戦の時には配ってくれるけども、キャラクターをまあほとんど引いてるこっちの身からすると足りないよね。引いてるけど来い。まあ、俺の中ではねまあまあ爆死だよこれ。天井が設けられてるから爆死はなくなったみたいなあれかもしれないけど、まあまあ爆死だよ。天井が設けられてる中で言うとね。さあ連続化者4回目、うん、SSR が出ないな。あれ通常のこの確定枠、今から確定枠だけど確定枠以外の SSR の確率ってどれぐらいだっけ。 3% とかかな。俺他にもね強化したいキャラがいっぱいいるんだよ。お、これは期待してもいいか。ヨモさん、ヨモさんで思い出した。ヨモさんいつ来るんだよ。ヨモさんいつ来るんだよ。もうルシマ編も結構終盤まで来ちゃってる。多分これからラッシュなんだろうな。フェスでヨモさんが出て、で、新たジョーカーの重蔵が出て、クロナが出てっていう、すげえラッシュがこれから始まるんだろうな、多分。知らんけど。じゃあ、とりあえず強化していきましょう。この当てたてほやほやのこのオール君ちょっと強化していきますか。一応熟練度マックスまでして武器強化もマックスまでしようか。であとは促進剤で上げていくと。なくなっちまった促進剤が。まあ次の占領戦とその次の非占領期間で、まあ、こいつにすげえ特攻がつくんで、そこでちょっと火力検証とかはやりたいんでね、ぜひともこいつを今すぐに熟練度 100% にして武器強化マックスにしなきゃいけなかったんですけど、まあ特攻ついて、敵の人属性かなが駆逐にいてくれたらいいんだけどな。いない場合あるでしょう多分。なんか人間側かあれ側になるか、グル側になるかによって多分ね人属性の敵は駆逐にいないような気がするんだよ。だからそこでちょっと火力検証ができない。 P
ピエロとかになっちゃうんだけど、ピエロの武器耐久値が低すぎるせいで、全員の攻撃をし終わる前に相手がブレイクとかしちゃったら困るんだよね。かといって駆逐でやろうとするとね、相手がバカ強かったりして後衛に下げざるを得ない状態とかになったり、防御バフをかけなきゃいけない状態になったりする。手数が減るしな。はい、これで、オールいい火加減の、フル強化完了ですね。かっこいい。フェスゲンでオールが登場した時もめちゃくちゃかっこよかった。この半角オールもかっけえな。 3D 見てみるか。早くしろ、腹減ってんだ。これが RE モーションか。じゃあスキルの時はまたボイス別かな。こんくらいさせるかよ。うっと、痛えな。痛い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 。なるほど、これあれかな、また攻撃するときは、あ、そうか、うかくで攻撃じゃねえから、なんかうかくのときはさ、このカグネがバコって開いてたじゃん。あれすげえかっけえよな。そうか、今回はあれだもんな、ぶっ刺すもんな、敵に。はい、ということで、今回はオールですね。仮面オール、運営は仮面オールって言ってたな。まあ、俺もいい火加減オールですが、俺火加減オールとか言うのがちょっとダセえから若干弱体化したオールみたいに見えるから、俺も仮面オールって呼ぶことにするわ。仮面オールでよろしく。はい、というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。